田中智道8月16日から1965年11月13日は日本の陸軍軍人。陸士27期、陸大36期。最終階級は陸軍中将。山口県出身。1913年陸軍士官学校に入学。陛下は公平であった。1915年卒業し、公平第6代大,大夫となる。 1921年、陸軍大学校に入校。卒業後は、工兵第11大隊中隊長となったが、1926年、航空陛下に転属。その後は、軍中心部や、教育部門での役職に就いたが、日中戦争勃発後の1938年、実戦部隊である重爆の飛行第60、戦隊長に任ぜられ、中国大陸を転戦。 続く、太平洋戦争では、第七飛行団長時代はビルマを転戦した。その後内地に帰還し、水戸共同航空通信士団長として、終戦を迎える。豪胆な性格で知られた反面、名誉欲や自己顕示欲の強い人物で、攻撃命令に要望戦果を付け加えたり、指揮官としては、問題のある人物であった。また、典型的な精神論者で、 第7飛行団の検閲訓練の最高評にて、搭乗員に対し、じいたらば、関東玉砕すべし、事故及び部下を酷使すべし、文句を言うなといった趣旨のことを述べたという。こうした彼の態度に対し、飛行第64戦隊の中村三郎中尉は、自身の日記にて、世は飛行団長のため働くにひず、陛下のおため、広告のため一心に進み行く。 各家は馬鹿なり、馬鹿なり、不白なり、あえて言う。世は彼を軽蔑す。と怒りをあらわにしている。なお、彼が、最後に、師団長を務めたミ戸共同航空通信師団は、ポツダム宣言受託後の8月17日にクーデターを、起こしている。なお、この発言に対し中村中尉は、日記にて、我々はただ戦い抜くだけだ。戦果は関係ないと反発している。 陸軍現役小行動総統官、実役定年名簿。対象6年9月1日朝609ページ、ABC 陸軍現役小行動総統官、実役定年名簿。対象14年9月1日朝567ページに、記載陸軍現役小行動総統官、実役定年名簿。対象15年9月1日朝、陸軍現役小行動総統官。 実約定年名簿。昭和2年9月1日朝612ページ。陸軍現役省行動総統官、実約定年名簿。昭和10年9月1日朝、陸軍現役省行動総統官、実約定年名簿。昭和11年9月1日朝公職追放に、関する覚書該当者、名簿93ページ梅本、P50AB 梅本。 P78 梅本 P55 ありがとうございます。